yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日もね、皆さんからいただいた質問ちょっとお答えしていくんですけれども、僕のねチャンネルガジェットの質問多いんですけれども、その次に多いのが、僕のスキンケアですね。普段ねどんなことされてますかとかね、好きなアイテムありますかっていう質問がね結構よく来るんですけれども、僕もですね、30歳、今年で30になる年なので、結構ねその辺は、頑張ってはいますが気をつけています。スキンケアいろいろ試して、で自分の中でもね、これがいいなっていうものを、見つけて、それを日々使っているんですけれども、今日はねその中で、化粧水の話ですねちょっとしたいなと思います。というのもちょうどですね、これ見ました。ツイッターでこういうツイートがバズっていて、化粧水をこのね霧吹きに入れたら、非常にこう使いやすかったですみたいなね話がバズってたんですね。で僕もですね実はその、スプレーですね持っております。これアイビルっていうところのねスプレーになっていまして、ちょっと前にですね宮永エイトさんっていうね、僕が髪切ってもらってる、美容師さん YouTuber さんの方に教えてもらって使ってるものなんですけども、このね霧吹きまずね非常にいいんですよ。濃密で細かい霧がですねじわーっと長時間ね出るんですね。ちょっと、わかるかな、やってみたいんですけど、こんな感じですね。何回かプッシュするとこんな感じでもうそのままね霧が持続をして、でじわーっとねこの細かい霧が出るっていうねアイテムなんですね。でこれは僕普段日常から使っていて、朝ね髪の毛のヘアセットをする時だったりとか、あとはこうね植物に葉水を与える時ですね、後ろの植物とかにこう水をね葉っぱにかけてあげる時とかにこの細かい霧を使ったりとか、あとアイロンがけの時に使ったりとかっていう形で、非常にねこれ重宝してるアイテムです。そんなに値段も高くないし Amazon とかでも買えるので、ぜひね気になった方は概要欄にリンク貼っておくのでそちら見てほしいんですけれども、これをですねスキンケアに使うと非常にいいよっていうのがさっきのねツイートだったんですね。本当にこう細かい霧で顔に、密着して、この化粧水をこう塗りかけて浸透してくれるので、非常にね僕もこれねスキンケアに使うのはありだなと思いました。で、実はね僕もですねもうスキンケア、やってる中で化粧水に関しては同じように、スプレーに入れて使っています。で今日はねそのスプレーに入れて化粧水使うといいよっていう話と、なんでそれがねいいのかっていうお話、ちょっと簡単にですねしようと思いますので、化粧水とかねちょっと、つけ方気になっている方は参考にしてみてください。はい、そしてこちらがですね僕が普段使っている化粧水と、導入化粧水ですねの2つになります。でこれねそれぞれちょっと説明すると、こちらですね、こちらは無印良品さんの導入化粧水というものを使っています。これね、化粧水の前に、これを塗ると、その後の化粧水だったりとか他の、化粧品の成分が肌に浸透しやすくなりますよっていうものなんですけども、僕はねこれね結構前から愛用しております。でこれをつけるのとつけないとでは本当にね肌の感じ全く変わります。化粧水普通にね塗ってあげてもなかなかねこう表面にこう塗られてるだけでなかなか肌に入っていかないなって感じたことねある方もいると思うんですけれども、でもねやっぱりこれを入れることによってですね本当にぐんぐんと、肌の中に吸収していくので、これはねぜひ使ってほしいですね。スキンケア始めたての人だったりとか、なんとなくこう始めたけどあんま効果ないよみたいな人はこれをねぜひ使ってほしいなと思ってるのがこの、導入化粧水ですね。で逆にこちらのですね、化粧水の方は、ハトムギ化粧水のね、化粧水使っております。で、こっちはね正直な話、何でもいいかなと思っています。化粧水に関してはかなりたくさん僕も試したんですよ。本当にそれこそ SK2 とか高めの化粧水とかも試したんですけれども、あんまりねそこまで効果が変わらなかったなっていうのが個人的な僕の場合のね、感想でした。というのもですね、化粧水、いいもの高いものを使うよりもやっぱりね先ほど言ったこちらの、導入化粧水使ってあげるとか、あとはねこう洗顔だったりとか、あと拭き取り化粧水ですねっていう、事前のケアをしっかりしてあげることによってあんまりねこちらの化粧水の方でこだわらなくてもしっかりぐんぐん吸収してくれるので、そこまでね化粧水に関しては高いの使わなくてもいいんじゃないかなっていうのが僕の、今のところの
ジロンです。でもしねこの化粧水使ってみたらすごい良かったんで試してくださいとかあったらね、コメントでぜひ教えてほしいんですけれども、僕が今までね、本当に12重ぐらい試しました。12重ぐらい試した中だとそんなに、ね、化粧水って違いないなと思ったのが、こちらですね。で、僕はねそれをこの、スプレーに入れて、これ多分 Amazon で買ったのかな、スプレーに入れて、こんな感じで保管をしております。でそれぞれにはこうやってラベリングがしてあります。テプラマークって、ね、最近僕が、使っているね、シール作る機械があるんですけど、iPhone とかでデザインを自分で作って、でそれをシールにできますってものがあるんですけども、それでですねこう同じ形のシールを作って、で同じねこのボトルに入れて、こうやって管理をしています。まあやっぱりこのボトルね同じもので、ね、統一するとこう見た目もすっきりしますし、あとはねこう残りの残量とかも簡単に把握しやすいので、まあ、こうやってねボトルに入れて管理をするっていうのは僕はね結構おすすめです。そして今回の、ねまあ、本題ですね、このボトルですね、化粧水をボトルに入れると、まあ、どういったいいことがあるのか、なぜ入れるのかっていうところなんですけれども、理由は、僕の中では2つあります。1つはですね、化粧水が無駄にならないっていうところですね。まあ、どうしても化粧水そのままこうね、手に取って使ってしまうと結構ねこの、まあ、手についたりとか、あとはねこう手にね乗せた後こうボタボタ間から落ちちゃうみたいなこと結構あると思うんですよ。これはやったことある人だったらね、すぐ分かってもらえると思います。なので、かなり無駄が多いんですね。なんですけど、こちらのですね、まあ、スプレータイプだと本当に顔にこう振りかけるように、じわっとね、塗ることができるので、あんまり、ね、ロスが少ないんですよね。まあ、コットンとかにね浸してこうつけてる人とかもいると思うんですけど、結構ねコットンの方に吸収がされちゃって、特にね、まあ、僕の場合こういう安い、化粧水、ジャブジャブ使ってるんですけども、まあ、高い化粧水がね肌に合うよっていう人は結構もったいなく感じてしまってる方も多いと思うんですよ。でその、ね、方にねおすすめしたいのが、まあ、このスプレー式ですね。スプレーだったら無駄にせずね使えるっていうところはやっぱり大きいですよね。であと普通にボトル型とかだと、まあ、結構手間もね、大きいと思うんですよ。だいたいこう蓋がついていて、蓋をねくるくるくるっと回しておいて、でそれをね、手に取って、でまた化粧水を置いて肌につけてみたいな感じだと思うんですけど、これだったらねプシュッとね、プッシュするだけ、ワンプッシュで、終わるので、まあ、本当にこう毎日のスキンケアめんどくさいよっていう人とかはね、ぜひね使ってほしいですね。まあ、本当にこう、まあ、洗顔をして、で結構その後いかに早くこの化粧水をつけれるかっていうのが大事なところで、洗顔した後こう時間が経っちゃうとどんどんね顔が乾燥していくんですね。まあ、こうお風呂上がりでねこう濡れてるように見えても、こう水分がねこう一緒に蒸発しちゃうんですね。まあ、早めにこう化粧水だったりとかこうスキンケアはねしてあげた方がいいんですけれども、まあ、そういう時もね、こういうね化粧水をまあ洗面台に置いておくとか、あとそれこそもお風呂場の中にね、置いちゃってもいいと思うんですよ。でもうすぐにね洗顔が終わったらこの化粧水をパパパッとねかけてあげるっていう形で、スキンケアしてあげると、まあ、この乾燥のタイミングもなくなりますし、まあ、手間もなくなるっていうところでね、おすすめだなと思っています。で、もう一つですね、僕が、思うこのね、化粧水スプレータイプのいいところなんですけども、まあ、どうしてもですね肌って摩擦に弱いんですよ。特にこう顔の肌ってデリケートなので、タオルとかね、それこそこう手でねこすってしまうとすぐね荒れてしまったりとか、あこう肌にねダメージがね、残りやすいんですね。なのでできるだけこう洗顔する時もこう泡で洗ってあげるとか、こう顔を拭く時もねトントントンとね、タオルをのせるだけでこう水分をね取ってあげるみたいなところが大事なんですけれども、それと同じくですね、化粧水もつける時にですね、あんまりこうゴシゴシねつけてしまうと良くないんですよ。なのでそういった意味でもですね、こちらのスプレータイプだと本当にこうのせるだけ、肌にね、こうかけるだけで浸透していくので、でまあ必要があったらこう叩いてっていうぐらいで、浸透していくので、まあ、そういった意味では肌を傷つけづらいっていうところでも、こちらのスプレータイプおすすめですね。はい、ということで今日はね、すごく簡単にですね、こちらのスプレーで、化粧水を使うっていうところについてお話をさせていただきました。改めておさらいすると、このねスプレーに入れて化粧水使うことによって、まず化粧水の無駄が減ります、こうロスが減りますっていうところ、そして手間が減って時短ができますっていうところ、そして3つ目の肌のダメージですね、肌のダメージも減って、より、ね、肌に優しくスキンケアがしやすくなりますっていうお話でした。
で、まあ、こちらのねアイビル、このミストのスプレーめちゃめちゃいいんですけど、まあ、ちょっとねあのサイズが大きかったりとか、まあ、値段もねちょっとこちらの、まあ、普通のスプレーとかに比べると、まあ、若干ね、何倍かしちゃうので、まあ、これは本当にこだわる人よ、スプレーもやっぱねいいものを使いたい人にはこちらおすすめしますが、まあ、普通の人だったらねまずはねこういった100円ショップとかで売ってる、スプレーでやってみるっていうのも全然いいと思います。まあ、僕はね一応買ったもの、リンク載せておきますので、あなかなかいいものが見つかないって方はですねそちら見ていただけると嬉しいです。ちょっとしたチップスのご紹介だったんですけども、本当にこの100円200円のスプレーを買うだけでかなりね生活のこう質というかね QOL 上がると思います。あの本当にちょっとしたところなんですけど、こういうところをね自分好みにしていくとどんどんね、過ごしやすいこう日常が送れるんじゃないかと僕は思っております。はい、今回はこの化粧水ね限ったお話をしたんですけれども、他にもですね僕が使ってる洗顔だったりとか、あとはねアフターケアパックとかのねお話も別の動画でしておりますので、もしねこの動画見てスキンケアね興味持ってくれた方はですねそちらの動画を見てもらえると嬉しいです。まあ、そこでねほとんど僕が普段から使ってるものを紹介しております。まあ、こんな感じでね今日はねスキンケアのお話したんですけれども、同じような感じでねインテリアだったりとかこうガジェットとかねこう自分がこう過ごしやすいようなアイテム普段から紹介しておりますので、もしこの動画がいいねと思ってくれた方はぜひ高評価もしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。